ホンスキーズブックのコーナーです。今日紹介するのはラジオネームジョナさんのおすすめ、伊坂幸太郎死神の巫力、文春文庫です。この本のおすすめどころ、タイトルに巫力とあるように、体が軽く浮かぶように軽快で愉快な読み心地がします。その秘密は主人公の死神のちょっとずれた言動のおかしさにあります。私って醜い?と尋ねる女性に、いや見やすいぞと答えたり、大名行列みたいだと表現する人に、大名行列か懐かしいなと話したり、死神の仕事は人間になりすまし、調査対象が死ぬか生きるかを判断することです。彼らが仕事をしているときは決まって雨が降るのです。この本との出会いをお聞きしました。死神の巫力は長編ですが、かつて死神の制度という短編集が出て、その作品でシリーズのファンになりました。白状すれば、伊坂幸太郎のデビュー作を読んで以来、すべての作品を単行本から文庫の順で数回ずつ読み返すくらいにハマっています。そんなジョナさんに雨の思い出をお聞きしました。死神の巫力を読んでいる数日間、雨でした。やっぱりそうか、と感じました。あと、大学の頃、海外研修でイギリスに1ヶ月ほど短期滞在したことがあるのですが、ロンドンはすぐ雨が降るためか、天気予報が時間単位だったり、誰も傘を持たずに濡れるままに過ごしていたのが印象に残っています。それと、走っても先は雨だよと話したとされる宮本武蔵の言葉が思い浮かびました。ああ、ジョナさんはイギリスに留学されてたんですね。海外研修か。このイギリスの人がね、その、雨がよく降るんで傘を持たないっていうくだりはですね、FM ラジオで聞いたことがあって、いちご白書をもう一度でね、ヒットしたバンバヒロフミさん、バンバンのラジオ番組で、で、イギリスに行ってきましたっていう話をしてて、で、その時に、雨が降ってきても誰も傘をささないっていうのをね、話したのをね、思い出しました。さて、この死神の巫力のあらすじなんですが、娘を残虐に殺された小説家の山野辺は苦しみの中にいました。著名人であるがゆえにマスコミからの心ない取材にさらされ、さらに犯人とされていた男、本庄が第一審で無罪になったのです。しかし山野辺は彼が犯人であることを知っていました。彼はサイコパスと呼ばれる反社会的人格者で、自分が犯人である証拠を山野辺宛に送ってきていたのです。控訴の猶予期間は2週間。山野辺とその妻、ミキは一時的に自由の身になった本庄を探し動き始めます。そこに千葉という男が現れ、本庄の居場所を知っているというのです。実は千葉は、人間の生死を判定する死神でした。山野辺夫妻は半信半疑ながらも千葉と行動を共にすることにします。山野辺夫妻、千葉チーム対サイコパス本庄の勝負の行方は?今回千葉が担当しているのは誰なのか?そして調査の結果は?っていうのがあらすじなんですね。で、伊坂幸太郎さんですが、1971年生まれ。千葉県松戸市出身、宮城県仙台市在住で東北大学法学部を卒業されています。もうね、いろんなね、賞を受賞されてるんですよね。サントリーミステリー大賞佳作とか、新潮ミステリークラブ賞とか、あと吉川英治文学新人賞、山本周五郎賞などなど、ね、たくさんの賞を、受けてらっしゃいます。そしてですね、ジョナさんも書いていました、この死神の巫力の前の死神の制度なんですが、このね、死神のね、こう設定があるんですよ。1番が CD ショップに入り浸る。2番が名字が町や市の名前である。
まあ、千葉ってね、出てましたよね、さっき。で、3番目がね、受け答えが微妙にずれていて、4番、素手で他人に触ろうとしないっていうのがあるんですね。で、1週間の調査の後、その人間の死に、か、の判断を下せば、翌8日目には死が実行されます。で、この死神の制度は短編集で、クールでどこか奇妙な死神、千葉が出会う6つの人生っていう風になってるんですね。でね、実はこの死神の制度はですね、ラジオドラマにもなってるんですよ。で、私ラジオドラマ聞くのもね、結構好きで、で、たまたまちょっと検索してたら死神の制度があって、聞いてるうちに、はい、寝てしまいました。ですね、だからね、どんな内容やったかがね、結末が今一つわからないまま、でもこう、雨の音がしてたりだとか、目で読むね、読書もいいと思うんですけど、耳で聞くね、読書もね、いいですよ。おすすめです、ラジオドラマ。今週のホンスキーズブックは、伊坂幸太郎さんの死神の浮力を紹介しました。